出会った時にめちゃめちゃ好きだって言ったくせに、はい、結婚して3人子供生まれて何も言わなくなったら離婚だからねみたいな、うん、終わりだよ、終わりだよ、好きだって言ったから結婚したのに、確かに好きじゃなくなったらもう終わりだよって、だからもうなんだ好きじゃなくなったら早めに言ってねみたいな感じです、あんなに確認したんだもんそうそうそう、それはだからよく言われるんで、まあまあそれに答えるようにっていうか、それ言われたことないですよ、私のこと好き、言ったことないですよね、うん、言わなくてもなんか 言ってくれる、素敵愛情表現は結構じゃあそうすごいあっちゃんから、はい、意外って言われるんですけどね、でもなんかそ意外ですよ、そんなに求めるというか、いやなんかやっぱりこう私がいて子供でしょって思うから、子供がいて私じゃないの、私より息子娘の方にわーってなってたら違うでしょ、それは違うと、うん、子供はオプションだから、オプション言い方おかしい、オプションだから、私と結婚したからできたものであって、うん、確かに確かに、これありきの私じゃないっていう感じで、うん。